始まりましたヤロッサ福井。今回は福井市上細江町に伝わり、こちら粟島神社で行われる伝統行事の団子巻きをご紹介します。この団子巻きが行われるのは夕方なんですが、今はその団子作りの真っ最中だそうです。一体どんな様子なんでしょう。では早速見に行ってみましょう。ここですね。ちょっとお邪魔してみたいと思います。はい、よいしょ。おはようございます。やっちゃってです。わー、やってますね。すごいですね。めちゃくちゃ熱いですよ、これ。そうなんですか。はい、あれ、やってみます。僕っすか。やってみる。できるかな。結構重いですね。つけるかな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな感じですか。とりあえずこの真ん中ついてもらったら、はいはい、どのタイミング、手先ついてもらったら、僕がよいしょって言ったら、よいしょで先について、先に、よいしょ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 。はい、結構力いりますね、これ。しんどいっしょ。はい、じゃあラスト5つで。ラスト5つ。はい、よいしょ。はい、よいしょ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 。ラストで。ラスト、ありがとうございます。結構疲れる。腕上がんない。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待ってや。まとめて仕上げ。おお。これがついてもらった団子です。仕上がりです。お願いします。こちらで団子にしてるんですね。お邪魔します。ああ。こう、まずこねて、それで皆さんでやるわけですね。僕もやらせてもらっていいでしょうか。許可出ましたんで、ちょっと私も団子ね作ってみたいと思いますよ。どうすればいいんですか。これね、はい、手にくっつきますから、はい、粉をつけて、これですか。粉をここつけてください。粉をここにつける。どんな感じでつけるんですか。もうバーッとで、ここへ置いて、こうこねるみたいにしてくださいね。なんか感触がいい感触ですね、これ。柔らかくて気持ちいい感触ですね、これ。あ、そうですか。なんか来年もお願いします、ね、ぜひぜひ、はい、あ、まあそれぐらいでいいです、はい、そしたら、そしたらここを絞るようにして、はい、こうちぎるの。あ、なるほど、ね、で、ちぎりやすいように細くしてくださいね。大きさはこんなもんでいいですか。はい、で、はい、はい、優しく、はい、はい、上手です。はい、はい、はい、どうも。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なかなか面白いですね。はい、もう何年ぐらいやってらっしゃるんですか、これ。去年からです。嘘っす。絶対嘘でしょう。もう大ベテランじゃないですか。僕が生まれる前からやってるじゃないですか。ね、だいぶ、まあ、経験はしてます。そうですよね。毎年楽しみですか。これ、毎年っていうわけにはいかないんですよ。あ、そうなんですか。ね、各、うん、鍵主さんという人がお世話をお願いしますって言われた人がここへ来るわけなんで。あ、なるほど、指名を受けて、お手伝いをお願いされて、されてやる、それでやるんです、ね、で今年は声が皆さんかかったかかってるわけです。なるほど、はい、まだまだこのあと何個もついてくるそうなんで、はい、もまああと少しになりましたけどね。はい、まあ、この後も楽しみに一緒に参加してみたいと思います。はい、お願いします。今年の鍵主さんだそうで、はい、どうですか。なかなか朝早くからやってますんで大変なんですよ、うん、じゃあ私もちょっと今日は一日手伝わせていただきますんで、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。
団子作りは米を粉にしたものをこね蒸します。そして臼でついて柔らかいうちにちぎって丸めて出来上がりです。この作業をお昼までに終わらせるそうですよ。急がなくっちゃ。一段落したので町内会長の高村さんにお話を伺いました。今後ろにね、団子並んでますけども、はい、どのぐらいの量今年作るんですか？まあ今日はね、今年は120キロぐらいの。120キロ3000個近くなったんでないかと思いますよ。いろいろなね、うん、大きさありますもんね、うんうん、この上細江町の団子巻きなんですけれども、はい、そもそもどういった由来で始まったんですか？その昔、疫病が流行りまして、村長さんがね、神社へお参りに行ったところ直ちに治ったと、うん、それでお礼にお米を持って、それをもしかして団子にしたんですか？そうですね、室町時代ぐらいから始まってるみたいなことを、そんな昔から、もうじゃあ聞いてます。400年以上以上です、うん、それをね、やめた時があったらしいんですわ。あ、団子巻きをやんなかった年があったんですか？できなかったっていうかね。あ、そうかそうか。その時にはまたそういう病気が流行っちゃったり、そういうこともあったりしたんで、絶対これはやらない。もうそれからは必ず、もう絶対もう欠かしたらダメっていうことで、もうそれでもう2月9日には必ず、もう絶対ここの決め事っていうかね、まあそういう伝えしか僕らも分かってませんでね。うん、この団子巻きはどのように行われてるんですか？4月25日の文殊さん祭りっていうのがあります。そこでね、鍵主っていう、あ、鍵主さん先ほどお会いしました。あ、そうですか、はい、くじでこう決めてもらうね。はい、その鍵主さんはどのようなことをするんですか？この団子巻きの主さんなわけです。じゃあ4月からこうずっと 2月の9日まで段取りをするための親方なんです。じゃあもう鍵主さんを中心にこう進めていくということですね。そうそう、もうこれはもう鍵主がなければ団子巻きはできないんです。私が来た時はもう皆さんこうついてたんですけども、椅子で、はい、何時頃から始めてらっしゃるんですか？今日もね、だいたい3時頃から。朝の3時から、はい、3時から何をするんですか？火を薪でやるもんで、結局ガスじゃない、薪で、あ、絶対薪で火をつけるんですか？まずはお湯を沸かさなダメなもんで、それに時間かかるから3時からもう、まあ、鍵主さん大変ですね。大変ですね。朝3時からそうです、薪で火をつけて、そう皆さんだいたい5時頃にはだいたい揃います。でこね始めて、こねて、お湯が沸いてこねてっていうことで、ついてで丸めて、うん、そうそうということですね。なんか見たところ男性ばっかりなんですけど、ね、女性の方いらっしゃらないんですか？ああ、これはね、女人禁制ってことで、女人禁制、うちの神社は昼の御事という、うん、女神さんを祀っておりますんで、そういう言われがあるんで、女人は女の人はダメっていうことになってるんですね。だからこれ男だけで作業してるんですか？ああ、そうなんですね。だから作り物も全部自分らで全部やって、食べ物もみんな自分らで用意して食べるんです。へー、さてこちらにいろんなお団子が並んでますけれども、どうですかね、ピンポン玉より少し大きいぐらいでしょうか。この赤い印のついたお団子なんですけども、これはお楽しみで、中になんと銀色の硬貨が入ってるそうなんです。あ、もちろんね、消毒して入れてあるんですけれどもね、これがお楽しみのね、お団子で、そのデザインの、はい、そしてこの団子やお供え物を詰め込んだ俵、一番最後に投げ込まれるそうですよ。こちらは鍵主さんのお宅です。先ほど作った団子やお供え物は一旦こちらに持ってきました。
そして改めてここから神社へ運ぶそうなんです。もともとは団子作りから全ての作業を鍵主さんの家でやっていたそうです。鍵主さんって大変だったんですね。午後3時過ぎ、鍵主とお手伝いの方は羽織袴に着替え、いよいよ淡島神社へ出発です。神社では無病息災を祈願します。人も集まってきました。さあ、まもなく団子巻き始まるみたいですよ。ヤギちゃんもじゃあ袋を持って参加したいと思います。今日うちの兄貴が上登るんです。はい、今から始めたいと思います、よろしくお願いします。高村さんが赤い印のついた団子を説明しています。拍子木が鳴り、いよいよ団子巻きの始まりです。こっち来てないよ、こっち団子投げて。みんな自分の方に団子ちょうだいって叫んでますよね。うまいな。ヤギちゃんのところにもいっぱい飛んでこい。参加してる皆さんに話聞きたいと思います。はい、取れましたか？取れたんですけどね、あんまり団子がね、あなたより多いんちゃうかな。僕6個ぐらいですかね。あ、似たようなもんですね。みかんもあったし。いつもはもっと取れるんですか？いつもはもっと取れますよ。ここも足がね、滑って雪で、雪で。ただ団子はね、傷まないですね、汚れないです。あ、雪がね、今年はだからね、非常にいい。たまたまこう日もいいしね、来た人はものすごく幸せじゃないかと思います。私も幸せです。地元の方ですか？そうです、実家がここで。あ、毎年参加されてます？そうです。どうですか、この団子巻きっていう行事は。いや、もう子供の頃から毎年参加してるので、なんだろう、もうなんだなくてはならないというか、楽しみ、ですね。で、自分の子供もこうやって楽しく参加してこうやって続いていくのかなと思って。そうですね、お子さんが今度大きくなったらまたね、ずっと続いてほしいですね。はい、はい、ありがとうございます。またあるんで。はい、そうですね、はい、また取ってください。またたくさん取ります。たくさん取ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫、どうぞ。いよいよクライマックス、俵が投げられますと思いきや、じらしてますね。俵が投げられます。誰が俵を獲得するのか、
神社の外に持ち出すまでが勝負です。はい、ほら、はい、見えるか。見えない。見えとた。やだ。やだ。オッケー。はい、片手誰々じゃないよ。片手誰々じゃないよ。はい。見事に俵獲得しましたね。おめでとうございます。何回目ですか、この俵獲得すんの。俵は、8回目です。もう8回も取ってんの。毎年毎年、はい、取れなかった時あるんですか。1年だけちょっと行かなかったので、その時だけです。じゃあ参加したら全部取ってるんですか。す, すごいな。これ取るとやっぱ違います、その年。そうですね、やっぱり縁起物なので、うん、いただけると取ったなってなる年は、まあいい年になるかなと思いますね。じゃあその福をみんなに分け与えて、はい、今年も1年いい年過ごしてください、はい、ありがとうございます。おめでとうございま す。終わりました。始まる前はね、たくさん撮ってやろうと思ったんですけど、いざ降ってくるとね、結構怖いんですよ。団子がね、頭に当たると痛かったりするんでね、なかなかちょっと撮れなかったんですけれども、じゃーん、ゲットしましたよ。これで今年1年ヤロッサ福井も安泰じゃないですか。よかった。お疲れ様でした、はい、無事にね終わりましたけれども、はい、今のご気分はどうですか。無事に天気に恵まれて、無事に団子巻きが進んでほっとしています。怪我もね皆さんなかったですしね、はい、なんかやる前はなんかちょっと着替えてらっしゃる時ちょっと緊張されてましたけど、はい、今は緊張してましたけどやっとほぐれた感じ。解放されましたか、はい、こちら一緒にお手伝いされた徳岡さんですね、はいですはい、どうですか今のご気分は。早朝より団子作りから団子巻きまでやりまして、結構疲れました。3時からねやってらっしゃったんですもんね、もし来年鍵西さんなんてことになったらどうしましょうか。もう今までに2回当たってますので。もう2回やってらっしゃるんですか。はい、じゃあ3回目。3回目あるかもしれません。可能性はね。そうですね、今年当たると一応10年間は当たらないんですけども、私の2回目は平成15年だったので、もうそのくじの中にはもう入っています。そうですね、はい、もう資格あります ね、 ですね、はい、ではぜひ3回目を来年はやっていただければと思います。でも皆さんね、いい顔で帰られましたんでね、はい、良かったんじゃないでしょうかね、はい、本当に転勤目回れて一番良かったですね。そうですね、はい、本当にお疲れ様でした、はいはい、私もいっぱいお団子いただきましたんで、うん、ありがとうございました。再び町内会長の高村さんにお越しいただきました。いや終わりましたね、はい、で無事終わりました。もう受け取る方 もちろんなんですけど、はい、巻く方の皆さんもなんか楽しんでやってらっしゃったように見えるんですけど、すごい、もう本当に巻く方楽しいですね。皆さんで楽しんでやってらっしゃいましたね。本当にね、今後なんですけども、うん、この団子巻きどのようにしていきたいですか。伝統行事なんでね、これから若い人たちがずっと継いでくれるように、願っております。でもね、準備のところを見させていただいたけど、若い方いっぱいいらっしゃったんで、結構ね若い人がいるもんで安泰かなと、こうそうですね、もう持続してってくれるんじゃないかなと期待しております。大丈夫じゃないですか、ね、そう思ってます。本当に会長、今日はありがとうございました。たくさんお団子もいただきました。あ、そうですか、よかったです。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。今回は上細井町の団子巻きをご紹介しました。私も参加してみて、皆さんがこの伝統行事を大切にしているのが分かりました。これからも次の世代へ引き継いでいってもらいたいと思います。それでは皆さん、これからも毎年2月9日には団子巻きをやろっさ。